ミネソタのデラス・ヘラルド氏に載った新聞広告。冗談はイディッシュゴ巨人ゴーレム。撮影は後に渡米し、ユニバーサルホラーで活躍したカールフロイント。ベゲナーがゴーレムを演じるのは、これが3度目となる。1本目は1915年のゴーレム。2本目は1917年のデアゴーレム・ウント・ダイトン・ツァームで、これはホラーでなく短編喜劇。ベゲナーは、 本物のゴーレムではなく、惚れた女を怖がらせるために、ゴーレムの化粧をする男を演じた。ベゲナーは1915年版の話の運びに、不満を持っていた。制作の都合で妥協したからである。そんな折、プラのの大学生の撮影中に、プラハで語り継がれていた、ゴーレム伝説を聞くことができ、それをそのまま描こうと考えた。そして完成したのがこの映画である。 本作は1915年版の前日単にあたる。三本のゴーレム映画の中で唯一現存する映画でもある。この映画は、後の幻想映画、特に、フランケンシュタイン、日本の大魔人に大きな影響を与えた。中世のプラハ、ユダヤ人月頭で長老のラビレフは、星占いにより、間もなく街に降りかかる災難を予知する。その予知は不幸にも、 現実のものとなる。皇帝がゲットーからユダヤ人を追放することに決め、騎士、フロリアンを使者として派遣したのだ。ラビデイフは民衆を守るため、巨大な泥人形ゴーレムを作り、生命を吹き込む。ラビデイフは、ゴーレムを宮廷に連れて行く。ゴーレムの力を目の当たりにした皇帝は考えを、改め、命令を取り消す。しかし、ラビの助手がゴーレムを悪用。 ゴーレムが暴走する。ゴーレムは街外れで純真無垢な幼い少女と出会う。ゴーレムは暴れることをやめ少女を抱き上げる。少女は邪心なくゴーレムの胸にあったダビデの星を抜き取る。その瞬間、ゴーレムは元の泥人形に戻ってしまう。公開時の評価は好評であった。翌1921年のアメリカ公開でもニューヨークタイムズ氏は 非凡な演技、表現に富む舞台装置と称賛し、美術面においてはもう一つのドイツ表現主義映画、ロベルト・ビーネ監督のカリガリ博士と比較された。ありがとうございます。